汁とこの具が分離してる。うわ、めっちゃプレーンや。まあ、そっか。チャス、トトです。僕はですね、今ホテルの前にいるんですけども、まあ、今日ね、実は夜帰国します。で、ここから電車に乗ってKLセントラルまで行って、そこから、空港までの特急列車で行きたいなと思ってます。で、この先、まあ、撮っていくんですけど、あの KL セントラルがまず撮影禁止なんですよ。いつだ、バトゥー洞窟行った際に多分動画上がってると思うんですけど、KL センター内の駅内撮影禁止って警察に言われて、ちょっとね、撮れるとこと撮れないとこあるんですけど、できる限り撮りながらね、帰国動画を撮っていきたいなと思います。で、帰りに関してはクアラルンプールからホーチミンにベトナム航空で行きます。で、ベトナム航空でホーチミン空港について、タンソニアット空港ですね、についてから、そこからベトジェットで成田に、帰るといった形でございます。で、ホーチミンから成田までが夜11時半とか、それぐらいの時刻の、飛行機になるので、正直ホーチミンで、3時間4時間ぐらい、空き時間があるような状況でございます。なので一旦ね、それとはいえ、クアラルンプールからホーチミンへは15時半なので、まあ、早速ね、KL セントラルまでグラブ呼んで、向かいたいなと思います。それでは、マレーシアクアラルンプールの Vlog はこれが最後になりますが、今から行きたいなと思います。レッツゴー。はい、ということで、こちら着きました。ここからね、特急列車に乗っていきたいなと思います。チケットの買い方とか後で説明するんですけど、ただね、僕オンラインで買ってるんですよ。なので、通常ね、券売機で皆さん買うと思うんですけど、僕は買うくら券売機でね、通常買うと思うんですけど、僕は今回オンラインで買ってるので券を買う必要性がないです。っていうのも、オンラインでね、日本語で買えちゃうんですよ。アプリを使って、KKD だっけなっていうアプリを使ってます。で、それで、撮ってるので、この辺は皆さん、後で説明しますが、ご都合の良い感じで買ってもらえればなと思います。こんな感じですね。なので一旦今からチェックインというか、そのまま多分 QR コードが発行されるので、そのまま乗っていきたいなと思います。で、ちょっとね、簡単にね、説明だけ皆さんが来た時に困らないように説明をさせてもらうと、もちろんチケット売り場でチケットを買って、乗ることもできるし、そのチケット売り場の横に、券売機があるんですね。券売機で買って乗ることもできます。ただ僕は今回、これまでもそうなんですけど、KKday っていうね、アプリがあります。それはね、日本語で使えるんですけど、そのアプリが何かっていうとね、
まあ、日本もそうだしアジアとか、まあ、世界各国結構ある程度網羅できてると思うんですけど、その現地のアクティビティとか特急とか、まあ、いろんなね、ところの予約をできるアプリになってます。でなおかつ通常よりも、ものにもよりますけど 5% から 10%、15% オフになってるんですよ。で、今回僕がこの特急の金額も確か55リンギットなんですよね、通常だと片道なんですけど、僕は45リンギットかな、ちょっと正確な金額テールアップで出しておきますけど、まあ、安く多少安く買えてます、はい、なので KK デイっていう、ね、アプリ、海外旅行行かれる方は結構おすすめです、はい、概要欄にあれだリンク載せておきます。はい、ということで着きました。で、ここから、空港に行きます。まあ、ここ空港なんですけど、これどっち行けばいいんだ、まあ、みんなについて行けばいいか。まあ、とりあえずちょっと後でバタバタはしたくないので、ひとまず、うん、早速ねチェックイン、荷物の預けはしていきたいなと思います。いや、ベトナム航空は、まあ、ダナン以来ですね。はい、ということで、とりあえずそんなにね時間ないんですけど、ちょっとスタバ寄りました。でイミグレ抜けてきて、ここから電車乗って行きます。なんで電車乗る前にあるスタバで今ちょっとアイスコーヒーとスコーンを食べようかなと思ってます。目の前がもう滑走路なんで、飛行機好きにはたまらない景色です。まあ、今回マレーシア来て、本当はね予定してた場所があったんですよ。マラッカっていうね町に本当は行こうとしてたんですけど、急遽やめてクアラルンプールに滞在し続けたんですけど、まあ、次回マレーシア来た時はマラッカと、あとはペナン島でしたっけ、ペナン島とか島行きたいですね。うん、でね、僕ちょっとマレーシアで改めて痛感したのが、あの イギリス英語、いわゆるアメリカ英語ではなくイギリス英語を話す人がめちゃくちゃ多くて、あの要は水一つにとっても発音違うじゃないですか。あのアメリカ英語だとワラーワラーで通じるんですけど、イギリスって違うじゃないですか。なんだか忘れたけど、いや結構ね地味にしくハックした。うん、まあでも結果往来ね、なんとかなってきたんであれなんですけど、すごいなんか分からんけどシンガポールっぽい、めちゃくちゃシンガポールっぽくないですか。行ったことないけど、
さんとバナナと、あとですね、これがね、ビーフとフィッシュどっちがいいか聞かれて、僕はビーフを頼みました。ちょっと何かわかんないけど食べていきたいなと思います。はい、ということで、ちょっとね、カメラの置く場所がなかったんで食べてるし撮れなかったんですけど、食べ終わりました。ただビーフって言ったのに食べたらフィッシュでした。ベトナム、マレーシアでは肉のことをフィッシュというのでしょうか。から美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、とりあえず今僕はここですね、ホーチミンのタンソンニャット空港のアライバル出口を出たところにおります。まず今からね、どうしようかっていう感じなんですよ。っていうのも、ただ今の時間が、はい、ベトナム時間で17時39分。次の僕がベトナムから日本に帰る時間が23時40分でございます。ということは、6時間実はあります。で、ホーチミンでね、どっか行こうかなとは思ってるんですけど、いかんせん、分かるかな、道路濡れてて実は雨なんですよね。なのでちょっとスーツケース持ちながら動くのちょっとしんどいなって思いつつ、どうしようかなっていう状況でございます。はい、ということでですね、今時間の方が、8時40分になります。で、一応もう3時間前でもうチェックインをしました。で、それまではね、ちょっともうチェックインもできないんで中にも入れずで、一応チェックインカウンターそばの、ベンチでずっとちょっと動画編集をしてまして、もうちょっとね、今も出国か、通って保安検査通って、ちょっとね、ちゃちゃっと行きたいなと思います。で、多分ラウンジがね、プライオリティパスを今回ちょっと持ってきてなくて、ただ、ラウンジ機を持ってるので、オーキッドラウンジっていうところにね、ちょっと行こうかなと思ってるんですけど、でもなんか噂によると、なんか一時閉鎖してるとかしてないとかっていうので、やってるかやってないか分かんないんですけど、まあ、一旦ちょっと出国して、保安検査通ってラウンジの方に向かいたいなと思います。ということで、出国抜けてきました。で、今からね、オーチャードオーキッドラウンジかな、行こうと思ってるんですけど、閉まってる？オーキッドラウンジ、嘘、オーキッドラウンジが閉まってるやないか、嘘。今ね、ちょっとやってなかったんで調べたんですけど、オーキッドラウンジがやっぱりね、一時的に休業しているらしいです。で、ただ代わりにサイゴンビジネスラウンジが入れるらしくて、そっちに行きたいなと思いますが、どこにあるんでしょう。はい、こちらにラウンジキーで入れるという印があるので、こちらですね、リーサイゴンネスサスコビジネスラウンジ、こちらに行きたいなと思います。めっちゃ混んでるやん。ちょっとここで出発までゆっくりしたいなと思います。パンとかアリーノ、ここで焼けますね。パンにフルーツで、バナナで、あとは卵とか、女性が入れてるのはお粥ですね。で、サラダ、あとはご飯、卵、これはなんかよくわからないベトナム料理ですね。あ、この辺も多分ソーセージとかだと思います。なんでちょっとね、取っていきたいと思います。フォーがある、フォー、
フォーがある。はい、ということで正直何が何だか分かりません。これがソーセージで、まあこれは野菜ですね、野菜サラダ。でこれがね、なんか分かんない、ご飯なんとかかんとかって書いてた。そりゃそうだ。これがね、なんかフォーの炒め物かなんかと、あとはソーセージ用に後取りでケチャップとヨーグルトで、セブンアップでございます。まあね、さっきちょっと機内食食べたばっかなんで、ちょっと軽めにいただきます。このソースマヨネーズなのかな、これ白いの。ちなみにここのラウンジ利用してる方7割ぐらいは日本人です。だからビジネスマンの人かなが多い気がしますね。ベトナムのヨーグルトは美味しいんでしょうか。すんごい、すんごい沈殿っていうの、分解っていうの、なんか汁とこの具が分離してる。うわ、めっちゃプレーンや。まあ、そっか。はい、ということで、今ですね、10時30分ぐらいかな。で、ちょっとね、早いんですけど、ちょっと行ってたラウンジからゲートまでが若干ちょっと距離があるんで、ちょっと早めに出てきました。でね、今からボーディングゲート前まで行って、ちょっとそこでね、まあ、待ちたいなと思ってます。まあね、ここのホーチミンのタンソニアット空港はもう先月も来てるしね、別になんかどっか行きたいとか、なんかどっか見たいとかも全然ないんでね、ただただ時間を潰すしかないんですが、こんなところで一旦ね、ちょっとボーディングゲートまで向かいたいなと思います。はい、ということで、とりあえず成田空港には着きました。今、8時20分かな、朝の。8時22分到着で、今からね、ファストトラック抜けていきたいなと思います。ただまあ僕は、一応、青色なので、スムーズにいけるかなと思いますが、まあ一旦ね、今8時22分に降りたんで、そこからどれぐらいかかるか、まあ、測りつつというか、まあね、前回ダナンの時は17分だったんで、これを上回るか確認したいなと思います。はい、
ということで、今出てきました。で先ほどお店画面来たと思うんですけど、まあ、ちょっと1分過ぎちゃいましたけど8時37分でございます。なので、僕何分出てきたっけ、22分か、だから15分ぐらい、いや変わんないですね。前回よりちょっと早くなったかなぐらいですけど、はい、といった形で、今回クアラルンプールから成田で、無事帰ってきました。で、まあ、今回はね、まあ、この Vlog で、クアラルンプールマレーシアの動画は終わりとなっているかと思います。で、引き続きですね、また次の旅も始まります。はい、で正直今現時点でちょっと行き先がね、確定できていないんですよ。いくつかね候補は決まっているものの、ちょっと諸事情でちょっといろんなこう都合と事情が重なり合ってまだ確定できていないので、ちょっとこの動画でねちょっと行き先言うことがちょっと申しできないんですけど、一応確定じゃないです、確定じゃないですけど一応お伝えします。次はシンガポールに行きます。はい、これはちょっとまだ確定ではございませんので、はい、といった形で、次はね、まあ、マレーシアのお隣シンガポールに行こうかなと思ってます。でシンガポールはね、そう、LCC の味方スクートが再開したんですよね。なんでジップエアよりもちょっとさらに安く行けんじゃないかなっていうのも期待もありつつ、久々にスクート乗りたいなっていうのもちょっとあって、まあ、どっちで行くかまだ分かんないですし、シンガポールじゃなくなる可能性もあるんで何とも言えないんですけど、まあ、引き続きまた東南アジアを攻めたいなと思います。といったところで、今回この動画で、マレーシアクアラルンプールの Vlog は終了となりますが、いかがだったでしょうか。また過去の動画もねベトナム編、タイ編ともにね、ご覧になってない方はご覧になっていただきつつ、また次回の旅もね、楽しみにしていただければなと思います。ということでこの動画はこれで終わりたいなと思います。また次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。